こんにちは、土の子です。さあ、マリオ&ルイージ RPG やっていきましょう。まずはね、オレンジ君から教えてもらった小ネタを紹介していこうか。ハンマーが使えるようになってからだね。マリオを小さくします。で、ハイジャンプを使って、普通に乗るだけじゃダメだけど、こんな感じで、ほい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 なんとこうマリオとね、ルイージを同時に踏ませると、当分やったらね、コイン出なくなるんですけど、ハート見てください。ハートがね、めっちゃ減ります。ルイージのハートがめっちゃ減るけど、その分ね、コインがもらえるっていう、ちょっと面白い小技ですね。ハイジャンプにして、おお、ほんとだ、ルイージ、なんでルイージがダメージ食らってんのルイージが下で痛いってことかこれルイージの方がダメージ受けてんだね。踏まれてるマリオがダメージ受けんのかと思ったけど、いや、面白い小技紹介してくれましたね、ほんと。さあ、大丈夫かな。豆じゃないや、実を、ゲラッパの実3つすべて集まった。我驚く。よろしい、ここを通る。よろしい、先に進む。なんで泣いてんの。我、もう一度眠る。おやすみ。お、やったー、道が開いたぞ。俺ら、ここを通れなくて困ってたっちょ。隠れて待ってたかいがあったっちょ。よっしゃ、グズグズするな。行くっちょ、新人。強行突破。強行じゃない、普通に通ってったじゃん。うん、なんこれ、ウフ豆。ちょっと待って、勝手に出てきたんだけど。お、隠れがあるぞ。よし、ん、布団が吹っ飛んだ飲みすぎには肝臓にいいぞいい、なんて書いてあった今。この松茸、松茸ちょ、笑ってんのかな。おい、無視、お前、襲わずにお目にかかる。わしの名はバッカーラ、初代シャトーナーにしてゲラゲソーダの名誉職人。そう、わしは今や伝説の人物である。背中にチャックない？ウィ、ムッシュ。いかにもここにあるのは伝説のゲラゲラソーダ。そう、これがまさしくゲラネコンティ。ムッシュたちもこの芳醇なるゲラネコンティを召し上がれ。どういうことだ。このゲラネコンティはわしがかれこれ1000年間ここでじっくりと上質なギャグを言い続け、熟成の熟成のそのまた熟成の熟成を何度も何度も重ね、ようやくここまで仕上げた最も偉大なるソーダである。そんなソーダであるがゆえ、マナーの悪いゲストにはこんな目に遭っていただきましょう。アンドゥトワ。ああ、そのソーダはただものじゃないっちゃ。俺たちでは全然歯が立たないっちょ。マジで？この二人でも？ゲラネコンティの偉大なる姿をじっくりご堪能あれ。うわぁ、樽を縦にしたぞ。そして二人を、あー、素敵素敵、うふふ、しかーし、千年間わしの逆で熟成しまくったソーダの底力はこんなもんではない。ゲラネコンティのコクと香り存分に楽しむがいい。ボナペティー。なんかボナペティって誰かが言ってたな。さあ、どうしたらいいんだろうか。とりあえずブラザーアタックでね。スプラッシュブラックスブロス DX。 そういえば、豆ら女王、本体にはダメージ当たらないようになってたんだね。なぜかブラザーアタックが効いてしまったという、なんか正しかった、間違えてたみたい。さあ、行くぜ。はいはいはい、ポン。18。なんだ、あ、なるほど。はい、オッケー。バウンドブロスビッド DX、 レッツアゴー。はいはいはい、おお、いいじゃんいいじゃん。25、えい、
ピー。おーらららららら、おーすごいすごい。あ、でも、あ、31与えてる。こっちの方がいいかも。でもガードしてんのか。いて、よし、潰した。いけ、おーらら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 。あれだ、あの、おお、盾が壊れたぞ。よし、ほいほい、オッケー、いくぜ、おーらーすげえ気持ちいい。爪で連打をしてるぜ。はい、ジャンプ、はいはい、や、もう攻撃の仕方さえ分かればこっちのものを。ほら37くせ、連打が決めて、はいはい、いくぜ、爪で、だだだだだだ、わーだだだ、楽しい。あ、やべ、最後失敗しちゃった。あ、なんかちっちゃくなったぞ。腹がはみ出てるみたいになったぞ。ちっちゃくなってるから、これこっちの方がいいんじゃない。スプラッシュブロス DX。あ、なにこれ、馬が埋まった。うおお、回復しやがった。はい、あいてー、マジか、回復した。どうしよう、うらっ、おお、ハンマー効く効く。おら、ハンマーの方がいいかも。おら、おお、いいいいいいぞ、ハンマー攻撃だ。はいよ、ほら、バッチーンやりました。勝ったぜ。バッカーラレジェンド。おお、260ももらえた。234、よし、縮こまっちゃった。ひえー、わしの千年にも及ぶギャグの蓄積が。どうしたんだ。あ、落とされちゃった。エクスキューゼモー、ボナペティ。あー、入っちゃった。おい、わー、二人バラバラになったぞ。どうしたらいいんだ。兄さん、まあいっか。まあいっか。ああ、セーブができる。お、大丈夫ですか兄ちゃん。おい、ああ、あわわわわ。フーじゃねえだろ。おい、ああ、マリオの目の周りがもう目に浮かぶぜ。あら、マメリア王国か。あ、マメリア王国だっけこれ。帰ってきちゃった。たらふく飲んでるぞこれ。なんとこれはマリオらしき人とル・なんとからしき人ではないか。マリオの中にあのコンティが、ゲラネコンティがパンパンに詰まっているそうだ。それは大変だ、マメバーに連絡を。え、大丈夫、うえーってやらなきゃいけないんじゃないの。ゲル、ゲルロロロロ。あ、それで踏んでブシャーって出すの。この通りぐっすりお休みどすぜ。本当に伝説のそうだゲラネコンティを手に入れたのか。ブチャー。ああ、来たね。ぐえー、あ、そやつがギギララ虫添え。踏んじゃえ、マリオ。え、まさか、いや、変わってなかった。ほとんど変わってねえ。お、成功ぞえ、成功ぞえ。めっちゃ綺麗になるのかと思った。マメラジョブ様の復活ぞえ。すっげえ。あー、久しぶりによう笑った。寝かしたぞ、マメバ。いえ、わしではなく、このマリオブラジャーズのおかげですぞえ。あ、ゲラゲモーナにピーチ姫の声とスタンビーンズが盗まれてしまったと。面目ないぞえ。そもそもなぜゲラゲモーナはピーチ姫の声とスタビンズを盗んだのか。あら、おとぎ話が。スタービーンズはな、どんな願いも叶えてしまう不思議な力を持ったこの国の守り豆じゃ。
かしその力は悪用されぬため深い眠りについておる。そのスタービーンズを眠りから呼び起こすには美しい声が必要だと言われておる。おお、ピーチ、清らかな心を持つ選ばれし者の声、まさにピーチ姫の声がぴったりなのじゃ。そこでゲラゲモーナメ、ピーチ姫の声を抜き取り、スタービーンズを目覚めさせて自分の長い願いを叶えようと。ゲラゲモーナの願いなど世界征服に違いないぞ。ゲーヒョヒョ、いい笑い声。安心せい、奴の狙いなど遠の昔からお見通しよ。ちゃんと手は打っておるがな。我らの方が1枚も2枚も3枚も4枚も上手であるぞ。女王様、マメック王子のご到着です。王子はかっこいいのにね。マリオ殿、ルイージ殿、マメック王子に会いに行きなされ。なんでわざわざ地震を起こす。どんな手を打ったんだろう。確かに、ん、おお、マメック王子、赤と緑に乾杯。あの時は世話になったね。おかげさまで僕の秘密の任務が役に立つ時が来たようだ。ん、秘密の任務。かっこいい。マメック王子、任務をご苦労。ゲラゲモーナの居場所は分かったかい。おかげさまでバッチリと。わお、この城から南東に行くとアハハアカデミーという研究所があるだろう。ゲラゲモーナたちはそのアハハアカデミーに潜入しているのさ。なるほど、アハハアカデミーならスタービーンズを目覚めさせるに最適な場所かもしれん。僕はアハハアカデミーにこれから乗り込むつもりさ。それではまた会おう。アデュー。てっ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 てれーてん。マリオ殿、ルイージ殿、ピーチ姫の声を取り戻すチャンスかもしれん。とりあえずアハデミーへの道を通行できるよう現地の者に通達しておくぞよ。ピョコン。ことあるごとにジャンプするのやめてほしい。ここ行けなかったとこ行けるようになってるぞ。なんだろう、なんかあるのかな。怪しいけど気のせいかな。まあ気のせいか。あ、なんか両側にも行けるみたいだね。何があるんだ、何これ。赤土管。何これ。え、いや、パイプハウスへようこそ。ここでは土管についてのあれこれを教えてあげるよ。土管の説明を聞くかい。はい。どっちの土管について聞きたい。緑の土管。ワープ土管だよね、きっと。ワープできるよ。今まで入ったところにワープできる。なるほど。全部で13個あるよ。もっと聞きたい。あ、聞きたかったのに。黄色い土管は陸上と海底と海底、地上と地下なんかを行ったり来たりするときに使うよ。なるほど。へえ、オッケー。じゃあこことりあえず入っておいた方がいいよね。これワープでしょ。オッケー、城下町。これで入れるようになっ、移動できるようになったと。あ、ここあれか、写真か。写真は結構気に入ってるからいいや、今んとこね。バッテンがないか見るのがちょっと結構目がしんどいな。バッテンを見つけて豆をゲットできる。お、なんか上に来たってこと。またカセットゲット。気づかなかった、存在感薄い。レコード見せてくれるかい。スーパースターの活躍ってるのは価値があるものさ。どれどれ、はい、いいのあるかな。ん、へえ、モンスターを100体倒したのか。エクセレントを150回成功させたのか。モンスターの攻撃を100回避けたのか。 20% のブロックを集めたのか。ありがとうよ。ナッツ3個、やった。シロップ8個、150コイン。あ、なんかいろいろ手に入れられた。やったぜ、ナイス。そうだ、アミーボ開封したからアミーボをゲットしよう。スタンプを触った。クリーバーなかなか。テレサの見せてほしいっす。じゃあまずはテレサから。これか、クッパ軍団のスタンプを押すとスタンプコレクターからお礼に他のクッパ軍団 RPG でもアイテムがもらえます。はい、下紙タッチ。おお、すごい、スタンプ押せた。
このセーブデータでフレンドボーナスがもらえます。友達がいない。友達が友達がいない。レベル10以上わあ、まだハテナばっかりだ。結構ね、なんか大変そうだね。さあ服屋さんはオープン。おお、オープンしてるしてる。いくらだろう。ウェアパラソル、お、ちょっと上がるぞ。お、いいじゃん、チャリティーバッジ、これ買うか。よっしゃー、装備も整ったぜ。私はこの町一番のインテリではなかろうか。そんな私が今夢中になりつつあるのが古代枝豆屋文明ではなかろうか。私の研究を聞く気があるのではな。何ですか。古代枝豆屋文明、それは空飛ぶスピン豆、地中を受け回る潜り飴、高速移動するダッシュ飴、そんな高度に発達した豆文明がかつてあったのではないだろうか。そして未だに発見できぬ宝石マメンダムの行方、しかし私はとんでもない事実にぶち当たったのではなかろうか。なんとそのマメンダムはこの町の地中に眠っているのではなかろうか。地面を掘り起こしたくてうずうずしている。しかしどこに埋まっているのかわからないではなかろうか。君たちが見つけてくれたら嬉しいのではなかろうか。へえ、見つけてみよう。あれか、ルイージのやつで10個すべて集めてきたらお礼をする。古代枝豆屋の豆民族は背が低かったのではなかろうか。なるほど、背が低くて豆が取れる場所にあるってこと。じゃあちょっと探しに行かねば。よいよ旅の兄やんよ、俺っちまんも猛烈に困ってんだ。ちょっち力になってくんない。何、あ、いい絵にしちゃった。ちょっとあのスライドパッドが勝手に。はい、実は俺っちマメプティっていうおきゃんなペットが2匹ちまってよ、5匹全部捕まえてきてくれたらめちゃんこなういものやるぜ。ちっちゃい緑で丸い形してるからすぐわかるぜ。意外とねんねだからこの町から外に出ることはないはずだ。じゃあ頼んだぜ。おお、なんだ、おお、びっくりした、マメプティ。何にも見てなかったんだけど、勝手に手に入れた。近くに行ったら、あ、いた。これか。おい、マメプティゲット。この屋根の上にいたわ。あ、いる。ここにもいる。よし、マメプティゲット。あ、いる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 、マメプティゲット。あともう一つはどこだ。あ、またいた、いた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 、これだ、マメプティゲット。よし、これで全部見つけたんじゃない。はい、おお、俺っちのまぶいマメプティを全部戻ってきたぜ。にやありがとう、俺っち猛烈に胸キュンさ。さあ約束だぜ、受け取ってくんな。ゴールデンキノコ、やった、大事に使います。マメンダムの方はちょっとよくわかんないな、だってバツ印ないよ。まあいいか、進めるか。あ、でもあれか、矢印的にはこっちで合ってんのか。あ、アハハアカデミーあるある。豆が立ってるぞ、なんだこれ。こっち行くとデヘヘバレー。あ、ここでお城に出るのか、なるほどなるほど。お、テープゲット。そして隣にあるね、ゲラ豆。ゲラッパー、ん、なんか書いてあるぞ。アハハアカデミー右。あ、やべ。お、これか、なんだ、なんかちょっと怪しいけど、キャー、逃げろー。うわー、大丈夫か、めっちゃいる。めっちゃいるやん。なんだったんだ、何が起きたんだ。オッケー、見てみるか。え、すげえボロボロだぞ。大丈夫、ゲラゲモーナたちがアハデミに入り込んじゃったりして、やつらはこのアハデミの博士たちをみんな化け物に変えちゃったりして。ふうえ、まさか、うぐうぐぐぐ、おお、
なんかよく見るやつ、鳥山明先生、鳥山明先生になっちゃった。大丈夫か。レーザームーチョ叩いてみるか。はいはい、レーザー出すのかな。怖え。そっちね。もう見てからじゃないとわかんない。よし、今度は避けるぜ。あ、倒しちゃいましたね。こんな喜んでいいものか。ゲラゲンモーナーに変えられてしまった先生、ジャンピングブーツを手に入れた。なんだろう、ジャンピングブーツって。装備できるものかな。あ、ジャンピングブーツ。おんぶの時はヘビー重力、ライト重力でもいつもと同じジャンプができます。やってみよう。これで、ほう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 、これで変えることができる。左右のボタンは同じものかな。あ、違う。え、あ、普通に解除できたけど、普通にスイッチで消えたけど、いいのかな。レーザー出す系じゃないのこれ。まあ行ってみるか、行けるようになってるから。ブロック研究室みたいな。あ、マリオストーリーで使用されたブロック。柔らかそうに見える素材だが意外と固め、歯ごたえを求めるプロ用。あ、すごい。スーパーマリオ64で使用されたブロック、叩くと縮んで消える新技術はただいま解析中。スーパーマリオブラザーズで使用されていたブロック、キノコ王国の秘密素材で作られた固めの質感は未だにファンが多い。すげえ、歴代のハテナブロック。スーパーマリオワールドで使用されたブロック、軽くツヤのある素材が採用され叩いた時の衝撃が和らいだ。すげえ、過去に使用されていたブロックです。そうか、これマリオストーリーこんなんだったっけ。なんか変なのがいるな、いっぱい。あ、叩いちゃった、触っちゃった。レッドウイルス、イエローウイルス、フラダンサー。レッドウイルスから踏んでしまえ。なんかドクターマリオで出てきたウイルスじゃないこれ。あ、変わった色が。よし、お、あ、ウイル、あれか。今一瞬ドクターマリオのあれになったね。てて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 てっていうやつ。燃えてる、まさか。あー、大丈夫だった。ウイルス同じ色にしたらいいんだ。叩いて消す系じゃないんだね。あー、なんかやべえ。ほら、ほいほいほい、あーほい、大丈夫かな、叩いちゃダメ。あー、だ、オッケー、やりました。赤アハデミックパンツ、ちょっと見てみよう。アハデミックパンツもしかしたらいいかもしれない。レベルアップ PP か。3、4 1、2、3、4 1、2、3、4 3。状態異常になるとダメージを抑えてくれる効果。へえ。これは体温扉開放コード、何これ。またちょっとメモらなきゃいけないみたいな難しさ。わ、これか。あー、なるほど。じゃあこれをちょっと入力していきましょう。あれ、さっき書いてあったやつと全く同じだけど、これどういうことだ。叩いたら変わる。あ、叩いたら変わる系。でも下書いてあったのと一緒だぞこれ。あ、解放コード、いや解放コード合ってるよね。え、このコード書いた、もうこれだけど。あ、2枚目。あ、こうをこうしろってことか。これをメモんなきゃいけなかった。赤青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 
ブイーン何が開いたの？おお、光が照ってピカー、そこが開く。これ、あ、触っても大丈夫なんだね。あ、なんかビリビリになってる。あ、大丈夫か。触ったらダメかと思った。ちょっと怖いからハンマーにしとけ。大丈夫か。うわ、すげえフェイントかけてきたぞ相手。よし、ディフェンスはかなり高いね。パワーアップ1、2、3、4、3。なんかボタンがある。あ、高くボタンがあるぞ。樽、あー、なるほど、樽を使って上に上がる。これはちょっとちっちゃくなるべきか。お、いけたいけた。よし、まず1個目いいぞ。え、ちょっと待って閉まってるじゃねえか。よし、お、はい、左右から出現するブロックに A と B で衝撃を与える実験。A と B で。はいはいはい、わお、なるほど、そういうことね。ほら、あ、早い。うわ、反射なんだこれ。知能テストみたいな。難しいぜ。左右同時に見るって結構むずいね。楽しい。でもよし、ワンナップキノコ。あ、この上も渡れるぞ。上が渡れる。これによってどこに行ける。おお、こっち渡れる。で、ここが押せるんだ。はい、あ、樽人間になれるぞ、これで。こう戻って、戻って二人で。あ、埋もれた埋もれた。あ、間違え間違えて壊しちゃった。一旦戻ればいいのかな。あ、よかった。最初からだったらどうしようかと思ったぜ。はい。できた。おお、傾いて、最初の方の部屋に。ああ、なるほどなるほど。そこが光ると。こっち、線があるけど。ああ、この上から進めるんだ。へえ。うわー、ちょっと行きてえな。行ってみるか。ここだよね。よしよしよし。いけるいける。ほら。なんだこれ。お、まずは、ここ。レコーダー。これだけ？お、マジか、これ隠しブロック系があんの？ヒントなし？ヒントなし隠しブロック。影とか出てくれてたらわかるのに。こんぐらいか。あ、あった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 。やったぜ。隠し部屋だね。あ、バッテンある。マジ見逃すなこれ。バッテンをマジ見逃すぞ。これなんだろう。え、ちょっと、あ、いてぇ。何これ。ここか。スピンでいって、これはマリオか。何これ。普通にただの迷路だった。おお、収まったぞ。
お、樽が出た。下側来ちゃった。スピンハンマー。これは？おお、さらに？さらに樽。樽を。樽を使って。樽男になって、これか？ビー。反射。お！あ、まさかのそれ！は、右側を壊さなきゃいけなかったの？あぶねえ、二分の一に勝ったぜ。あ、しかも取られちゃったった。取られたったった。ルイージが。ルイージが行っちゃった。こっち取ったらダメだったね、きっとね、今の。うん、おお、これまさかドンキーか。おい、ドンキーコングが始まったぞこれ。ちょいて、うわマジか。これはちょっとサクッと進めていかねば。ほら、あー、うそ。ほいほい、待って、じっくり、よし、じっくり。おお、大丈夫か。おお、ルイージ、はい、どうなった。あっち側に行けると。え、どうなったの。まさかの樽が転がり落ちていく。うわー、ルイージが、あわわわわわ、まんまみーや、すっげえ動きだな。樽の動き半端ねえだろ。あ、しかもなんかいいボタンを押して、あ、なんかさらに進めるようになった。やったぜ。おお、ルイージ、はあ、感動の再会。ずっと見ていたい。ボタンを押したくない。あ、でどこに行ったこれ。ああ、樽の部屋か。おし、いや、とりあえずじゃあ今日はね、長くやっちゃいました。ここら辺で終わっとこうかなと思います。まだもうちょっと続くのかな。でも結構いいとこまで進んでると思います。アハアカデミーね。よかったらまた次も見てください。それじゃあ土の子でした。